岡野慶次郎岡野慶次郎岡野慶次郎から1925年12月23日は、日本の官僚、政治家、法学者、男爵、法政局長官司法大臣、農商務大臣、文部大臣、第九大数密院副議長、東京帝国大学法学部教授、中央大学学長を務めた、上野国生まれ、協立学校、第一高等中学校等を経て、 帝国大学法科大学を卒業した後、同大学大学院に進学。法学博士となり、教授に就任する。同時に政府に入り、農商務省官房長、内閣恩給局長、高等捕獲審研所表彰官を歴任。1906年、第一次、西恩寺内閣で法制局長官に就任。1908年4月21日、宮中顧問官を兼任。 同年12月28日に貴族院直選議員となる。1911年、第2次、西恩寺内閣で、再び内閣法制局長官に就任。1913年、第1次、山本内閣で三度内閣法制局長官に就任。同年6月9日、宮中顧問官を辞任。1922年、加藤智三郎内閣で、 司法大臣に就任し初入閣。1923年第2次山本内閣で文部大臣兼農商務大臣として2度目の入閣を果たした。1925年10月に水密院副議長に就任し、男爵を授けられたがその年の暮れに没した。ありがとうございます。